京都大夫が以前おっしゃっていた、ゼロ歳児選挙権は以前からおっしゃっていらっしゃいますけれども、本日の参議院の本会議の方で岸田首相がさまざまな課題があるので慎重に検討すべきだと、慎重な姿勢を示されました。このあたりに関しては京都大夫としてどのように受け止めていらっしゃいますでしょうか。やはりゼロ歳児選挙権において、その課題がないとは僕も思ってません。ただじゃあ今はどうなんですかって考えた時には、やはりこの今の状態というのは超高齢化社会になり、人口減少に入っていく、そして、やはりその若い世代や将来世代の意見がなかなか反映されないし、政治的影響力がない状態がより今後も強くなっていくと、ここに大きな問題点がやっぱりあると思っています。ですので今の問題点をどう考えるのかということにもつながると思うんです。もちろん、この子どもたちの親が 100% 子どもの意思を反映するのかというとそれは違うのかもしれません。でもやっぱり一番近くで子どもを育て子どもの未来を思うのは親だと思いますし、そこが親が代理行使をするというのはやっぱり子どもの未来を考えて、代理行使する場合が僕は非常にそこは一般的になる考え方だろうというのは思います。もちろん 100% 完璧じゃないんだけれども、最も子どもの未来を考えるのは近くにいる親だと思ってますから、そう考えると将来世代を向いた政治、政治家が将来世代を向くことがこれから僕はより重要になってくると思いますので、もちろんその今の方が僕は課題が大きいというふうに思います。だから今の課題のを放置して、そして、このいわゆるゼロ歳児選挙権ドメイン投票はこういう課題があるからもうやめましょうというのであれば、今の課題は放置ですよねというふうに僕は思います。なので、今後、社会保障制度にしても国の借金にしても、どんどんこれは今の政治が続けば将来世代というのは非常に厳しい状況になると思います。今将来世代のことを考えて、こういう状況だからこそ今の大人が責任を持って変えていくべきだと思います。そのためにもやはり子どもが政治的に参画する力を、影響力を持つ、一票を持つ、ある意味全国民が一票を持つということが僕は重要だと思います。そこはなので何との比較かということだと思うんですよね。今のままいけばどうなるか、今の状態がどうなのかって考えたときには、やはり人口構造にしても、少子高齢化がこれからもさらに進むことを考えても、将来世代の方を向いた政治ができる、将来世代の方を向いた政治をする、そういった方向に舵を切るべきだと思います。そのためにはやはり我々と同じ、ある意味国民である子どもたちが一票を持つ、そしてそこに最も近い親が代理行使をする、この仕組みの方が僕は未来を向いた政治につながってくると思います。未来を向かない今の政治を続ける方が僕は未来に対して無責任だし課題が大きいと思っています。すみません、それに関してごめんなさい、最後にもう一点お伺いしたいんですけど、以前もちょっと質問が上がってたかと思うんですが、両親、その0歳子どもに両親がいる場合、父親と母親で、政治的思考とか考え方が違う場合を往々に、想定されるかと思います。この場合、そのどっちが選挙権を持つのかとか、その他に関してはどういうふうに思っていらっしゃいますでしょうか。僕の今の考え方は、0.5 票ずつ持つ、父親と母親が 0.5 票もずつ持つということが適切だと思います。これは実務的な投票紙の色を変えるとかいろいろやり方ができると思いますから、父親と母親がそれぞれ 0.5 票ずつ持って代理行使をするというのが適切だろうと思います。もちろんそれぞれ政治的思考はあるわけですけれども、でもそれは自分の選挙権は自分が行使する、そして子どもの権利を代理行使すると、じゃあ子どものためにどういった政治未来がいいだろうかっていうような考え方はちょっとそれぞれあるかも分かりませんが、でも少なくとも未来を向いた政治に僕はつながってくると思います。今はどうかというと、今は全く影響力ないわけですから、ゼロですので、それとどちらがいいかということの比較だと思います。なので今のまま若い世代や将来世代のある意味向かない政治をずっと続けた方がいいのか、あるいは
もう子どもにも政治的な影響力、一票というのを持ってもらって、政治家自身が未来を向くような政治をした方がいいのか、僕は後者だと思います。ありがとうございます。他にございますでしょうか。自立通信の山田と申します。維新の馬場代表がなんか